第35回全国地域サッカーリーグ決勝大会は2011年11月18日から12月4日まで福井県、兵庫県、高知県及び大阪府で行われた全国地域サッカーリーグ決勝大会である。大会の形式、レギュレーションは前回と同様で行われる。J リーグ準加盟クラブで関東リーグ2部所属の SC 相模原が前回同様 J リーグ加盟を標榜するクラブに対する優遇措置承認により出場権を獲得したが、優遇措置はこの大会終了をもって廃止となった。東京都リーグ1部所属の東京 23FC が第47回全国社会人サッカー選手権大会で優勝したことにより出場権を獲得した。これは地域一部以外のチームで JFA 優遇措置申請をしていないチームで初の出場となった。2011年度各級地域リーグ優勝チーム J リーグ加盟を標榜するクラブに対する優遇措置を承認された1チーム第47回全国社会人サッカー選手権大会より最大にチーム上記の条件で12チームに満たない場合は2010年6月末の全国社会人サッカー連盟加盟登録チームの多い順番で巡回四輪番により補充する。AB 四国リーグ1位かつ前者4位の愛媛 FC しまなみが地域決勝への出場を辞退したため、四国代表はリーグ2位の黒潮 FC が繰り上げて出場。全社枠はそのまま1限となった。グループ A、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2グループ B、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2グループ C、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2各グループ2位各グループ2位の成績、最上位チームが決勝ラウンドに進出する。成績は、勝ち点、得失点差、総得点数、PK 戦の得失点差、抽選の順で決定する。この結果、YSCC が決勝ラウンド進出を決めた。チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2決勝ラウンドの結果、日本フットボールリーグ昇格に関して以下の通りとなった。3位の保予SCエラン大分は JFL から2チームがJ に参入、1チームが脱退し、所属チーム数に3枠空きが生じたことにより、予定されていた入れ替え戦は実施されず、自動昇格に繰り上げとなった。JFA 平成23年度第5回理事会協議資料、日本サッカー協会2011年9月8日、全国地域リーグ決勝大会出場決定のお知らせ。山津高知 FC、2016年11月5日、閲覧。2011JFL 入れ替え戦について、日本フットボールリーグ。2011年12月13日閲覧。ありがとうございます。